それからね、F、今の C ね、C の指でか。F で、最初習うとき、F は人差し指をここ全部押さえて、ってなるじゃない？こういうふうに。ね。でも人間の手がこういうふうにいったときはさ、そんな、こういうふうにはなんないわけよ。こういうふうには。もうそこに無理があるわけ。でもその無理が効く人たち、よ、まあプロと言われる人たちは、ここが広いわけよ。すごく。ここが。ね。ギターの幅がこんぐらいだとするんじゃない？こうやってやったらもう、全部をさ、全部、指全部を押さえるにしろ、ミュートかけるにしろ、指全部使えるわけ。だから、一番いい例がさ、こう、例えば、ギターをさ、おへそぐらいにしてこうやって、弾いてる人いるじゃない？俺の場合さ、こう、全部べったりだから、どうにもなんないわけよ。音もなんないわけよ。でも、ここが広い人は、こういうふうに持った時に、親指はこういうふうになっちゃうわけ。親指だけで上4本、5、6、4本か、ミュートもかけられるし、親指で鳴らすこともできるわけ。じゃあお前できてんじゃん。残りどうすんの？下。下。上、親指でここまで、まあ上4本押さえたとすんじゃん。どうすんのこれ、残り。団子じゃん。この音なんないもん。ここで団子になってんから。ここも団子だから、この音なんないもん。ギターが上手な人は、基本的に、ここが広い人。ここが広い人。ここって何？ギターの幅。ギターを持つときに、ここが狭いと、ここを使わなきゃなんないわけ、ここを。押さえることに、こことここ使っちゃうと、これだけじゃないわけ。これじゃさ、これじゃあなたどうにもなんないから、これじゃ。親指もこれだけじゃどうにもなんないから。ね。だから ギターに向き不向きがあるわけ。走り高跳びの話したでしょ？身長1メートルの人でもね、3メートル飛び越せる人もいるでしょう。だから2メートルの人ならさ、まあ、またげちゃうかなみたいなさ。またげないけど。向き不向きってあるの。でも、楽しむことはできるよ。どんなことしてもあんな上手できないけど、楽しめるっていうのはあるわけ。